チャオ、あっちゃんです。今日はね、これを飲みます。濁った赤いドリンク、いただきます。すっきりして飲みやすい。これ何かっていうとね、この前動画であっちゃんが紹介してた血管を若返らせて、要は動脈硬化とかも抑え、で美容効果もいい、トマトジュース、リンゴ酢とトマトジュースを混ぜたものに甘酒を混ぜたもの、これがすごい、ちょっとあっちゃんいいんじゃないのかなと思ってね、で飲んでます。で前回ね、甘酒の動画出したと思うんだけど、そこで言ったと思うんやけど、甘酒っていうのは飲む点滴って言われとって、体によかって美容効果もあるし、で、ね、そういういい効果があるよっていう話をしとってんけど、で、それに、トマトジュース、酢トマトジュースっていうのも、血管若返らしよくするのね。で、抗酸化作用があったり、動脈硬化を抑えたり、あと、血糖値を下げたり、だから糖尿病予防にもなるし、脳疾患の予防にもなるし、で動脈硬化の予防にもなるし、で、飲む点滴って言われてる、甘酒によって、やっぱ健康維持もあるし、で美容効果も文句なしにすごいいいドリンクやと思うのこれね。で甘酒の動画でも言ったと思うけど、1日だいたいね、甘酒っていうのは 200cc 程度、たっちゃん言ってたと思うんだけど、まず朝に甘酒だけを飲んで、昼に、トマトジュースと甘酒を混ぜたものを飲んで、夜にミルクと甘酒混ぜたものを飲んだらいいんちゃうかなと思ってね。だから朝起きて、さあこれから仕事するぞっていう時にね、吸収もいいし、で効率よく効果よくこうね、体を動かすために甘酒を飲むっていうことはいいことやとあっちゃんは思うのよ。で昼ご飯食べた後、血糖値を抑えて、で昼からのね、活動を飲み源となるためにトマトジュース酢甘酒を飲む。で、夜寝る前に寝つきを良くするために、ホットミルク甘酒、またはホット豆乳甘酒、あっちゃんは豆乳甘酒の方がおすすめかもわからへん。ミルクっていうのは体にほんま良くないんでね。で寝る前のホットミルクが効率いいって言われてもちょっと違うみたいでね。だからホット豆乳甘酒、それがいいんじゃないのかな。またね、豆乳買ってきて、それもしようかなと思ってるんでね。まあ、1日そんな感じで 200cc の甘酒を飲む。で、トマトジュースは、まあ、1日 300cc 程度、コップ3杯程度、1から3杯、1日1杯でもいいんだけど、まあ、限度として3杯を目処にっていう形やからね。だから昼間にこんな感じでトマトジュースで飲むのもいいんじゃないのかな。って思うんだけどね。だから、ジュースを飲んだり、コーヒー飲んだり、するのにこれを変えてみる。あんまり飲みすぎるとね、またカロリーが高かったりもするんで、やねんけども、トマトジュース酢、トマトジュース酢甘酒っていうのがね、これがまたね、甘酒はめちゃくちゃ甘いねんけど、トマトジュースと混ぜることによってすごい飲みやすくなる。そこに酢を入れることによってすごいさっぱりするんよね。で、トマトジュースって、結構飲みにくいんだけど、トマトジュース酢にすると、トマトジュースにするとかなり飲みやすくなる。でトマトジュース苦手な人でもリンゴ酢とトマトジュース混ぜることで飲みやすくなるんやけど、で甘酒苦手な人もこれと混ぜることによってかなりすっきり飲めるようになる。これはね、多分ね、ほとんどの人は飲めるんちゃうかな。飲みやすい。でやっぱりね、美容と健康のためにトマトジュース酢甘酒、これはあっちゃんありやと思う。これ朝昼晩にあってもいいと思うね。だからトマトジュースで1日3杯 OK やし、で甘酒も 200cc までと OK やからね。でこれってすごい効率のいい効果のある飲み物やと思うね。でやっぱりね、
なんていうのかな、ほんまはね、生搾りのトマトジュースっていうのが一番いいんだけど、高いんよね、1本1リッターでね、1000円ぐらいするからやけども、それをね、飲むと本当にいいね。で、どうしても普通のって、なんちゅうの、ペットボトルで売ってる無塩、もちろん無塩やで、塩入りあかんで、入れるんやったら、海水天然入れてくださいね。で、まあ、入れてもいいねんけどね、無塩のトマトを買ってください。で、生搾りが一番ベストやねんけども、トマトジュースどうしても濃縮還元になってしまう。その場合は1日 200cc まで、まあ、甘酒と同じ量やねんね。だから甘酒とこれで合わせて飲むのが一番いいんちゃうかな。うん。だから、こんな感じで。トマトジュースを飲むことによって、もうほんまにがんの予防とか動脈硬化の予防とか、糖尿病の予防とかね、いろんな病気、未病って言って病気になる前を抑えてくれるっていうのが大丈夫、いいね。で、クエン酸がね、美容効果も良かったり、血糖値を抑えてくれる、それがリンゴ酢やね。で、それをリンゴ酢混ぜることによって血糖値も下がる。で、そこにね、甘酒を足すってことでね、かなりね、まあ、なんていうのかな、体への吸収がすごいいいんよね。まあ、こういうので飲み方をするとね、本当に美容にも健康にもいいんで、ベストちゃうかなって。なんかこの、トマト甘酒。うん、これがね、あっちゃんの中で究極に体にいいドリンクちゃうかなって。もうね、これはまあ朝昼晩飲んでもいいと思うよ。うん、もちろん、ストマトジュースもいいしね。で、甘酒もいいしね。だったら一緒に飲んじゃえばいいんじゃないのっていうのがあっちゃんの考え方です。はい。まあ、そんな感じでね、体にいいものを取る。なんか、あっちゃんもね、ちょっとここ最近ね、美容、ちょっとね、美貌が衰えてきてるんでね。はい。健康的なことも考えてね。で、やっぱり疲れるんよね。いろいろとね。で、そんなんも全部兼ね備えて、飲む点滴である甘酒を飲もう。美容とか健康のために、ストマトを飲もうっていうのだからみんなミックスして1日3杯飲んじゃうかなって思うんで、ね、そんな感じでね、ストマト甘酒、これからも飲み続けていきたいと思います。ちょっと前やっとってんけどね、ほんと休んどったんよ。脳出血してするちょっと前ぐらいからね、休んでたん実は。でまあね、まあ、懐の具合もあってね、でもまあね、健康のためにはね、どうしてもと思って、ちょっとね、他のことで使うのもあったから、甘酒を買ったしね。で、料理で使うのに、トマトジュースも買ってきたんでね、あるんやったら飲んでまいみたいな。そんな感じで飲んでんねんけどね。まあそんな感じで、健康のためにストマトリンゴ酢はいいんじゃないのかなと思います。ぜひぜひ、ストマトリンゴ酢、よかったらやってみてください。美味しいしね、飲みやすいし、で、体にいいしね、これやったら続けられると思います。では、またね、バイバイ。健康のために体にいいものを取り入れていきましょう。今日のあっちゃんのストマトリンゴ酢のお話、よかったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。またこれもね、詳しいお話ししたいと思います。